はい、皆さんこんにちは。すんごいですね皆さん、ライの皆さんのこの太鼓にねちょっとテンションが上がって、さあ、あとは飛ぶだけ、飛ぶだけなんです。まあ、開会式をやってるということは基本は飛ぶということなんでありますけれども、やっぱりね快晴の下で見たいなという気持ちはみんな一緒ですよね。あら、ちょっと元気がないですね。気持ちの気はね、やっぱね、天気の気でもありますから、皆さん、ちょっと一瞬だけ皆さん、もっと晴れてくれとお祈りしましょう。はい、天気もっと晴れてくれ。皆さん、届きました。届きましたよ。はい、心の中でもうちょっと祈り続けてくださいということで、今日は本当にブルーインパルスの展示飛行本番ということになりました。昨日ももしかしたらご覧になっていただいた方いらっしゃるかもしれませんが、今日が正真正銘本番でございます。11科目でしたね。はい、11の科目、ソロもあれば、まあ、素晴らしいフォーメーションもあるということでございますので、ぜひ皆さん楽しみにしていただきたいなと思います。この誘致のためにですね、岩井先生はじめ実行委員会の皆さん、本当に別府市民の皆さん方の笑顔が見たい、そういう思いで、この誘致に皆さん力を合わせて、誘致にこぎつけました。ぜひですね、実行した委員会の皆さんはじめですね、力をいただいた皆さん方に感謝をしつつ、ぜひ盛大な拍手をお願いしたいと思います。本当にご尽力いただいた皆さん、ありがとうございました。それでは、いよいよですね、あと10分ぐらいですか。はい、ちょっとテンション今まで上げましたけど、心を静めて待ちましょう。それでは皆さん楽しみましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。別府市長長野康弘様よりご挨拶を頂戴いたしました。では続きまして、衆議院議員岩谷武様にお願いいたします。皆さんこんにちは。我らがふるさと別府、その別府市政が始まって、100年、今日はそれを祝うために自衛隊の誇るブルーインパルスがこれからここにやってきてくれます。本当に嬉しいことだと思います。もしこれ以上天候悪くなったら、それは長野市長のせいでございますので、お許しをいただきたいと思います。これから日本は世界一の観光立国を目指してまいります。その中で大分県は日本一の温泉県、その中心はこの別府です。これまでの100年に感謝し、次の100年をもっと素晴らしい別府にするために、みんなで頑張ってまいりましょう。ブルーインパルス、どうぞ楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございました。衆議院議員岩谷武様からのご挨拶でございました。では続きまして、ご来賓の皆様をご紹介してまいりたいと思います。ご挨拶も頂戴いたしました。別府市長長野康弘様です。そして衆議院議員岩谷武様でございます。そして大変お忙しい中駆けつけてくださいました、自衛隊大分地方協力本部長一等陸佐です、川間慎太郎様でございます。そして別府市議会副議長日名子敦子様でございます。そして今回のお天気を1ヶ月前からもう携帯に穴が開くのじゃないかっていうぐらいずっと見てました。この方ご紹介しましょう。別府半島温泉祭り実行委員会実行委員長権藤和夫様です。以上の皆様でございます。それではですね、まもなくナレーションがスタートして追記を出発してくるということでございます。皆さん楽しんじゃくれな。ありがとうございました。どうぞご登壇くださいませ。
ご来場の皆様、こんにちは。ただいまからブルーインパルスによる展示飛行を開始いたします。この度は別府市制100周年記念事業第110回別府八島温泉祭りの開催、誠におめでとうございます。本イベントにおいて展示飛行を行えることをチーム一同大変光栄に思っております。我々航空自衛隊は多くの方々のご理解、ご支援、ご協力を賜り、日々飛行訓練を行うことができています。長きにわたり築き上げてきた伝統と技を継承し、今年度もチャレンジフォーザクリエーション、創造への挑戦を合言葉に、皆様に夢、感動、希望、そして笑顔をお届けできるよう、さらなる飛躍を目指していきます。本日もチーム一丸となって精一杯の演技を行いますので、これから約40分間美しい変態飛行の妙技をお楽しみください。本日は海方向を海上正面、山方向を海上後方として、海上正面から海上右手からというように、慣れたの私が進行方向をアナウンスいたしますので、そちらをご覧ください。それでは本日展示飛行を行うパイロットを紹介します。1番機フライトリーダー伊藤空佐、中井智之、防衛大学校49期青森県出身。2番機レッドウィング伊藤空佐、松永大成、防衛大学校59期熊本県出身。3番機ライトウィング伊藤空佐、倉本文也、航空学生67期宮崎県出身。4番機スロット伊藤空佐、江島隆、航空学生64期福岡県出身。5番機リードソロ佐藤空佐、藤井正和、航空学生60期山口県出身。6番機オポージングソロ伊藤空佐、加藤拓也、航空学生65期岐阜県出身。以上6名のパイロットが本日の展示飛行を行います。なお本日のナレーションは4番機を終わる伊藤空佐、佐藤裕介がお送りいたします。続いて後席に登場するパイロットを紹介します。1番機後席佐藤空佐、青木明則、航空学生50機福井県出身。5番機後席三等空佐、林浩一郎、航空学生43期大分県日田市中津江村日田高校出身。以上2名のパイロットが後席に登場します。それでは展示飛行開始までの間、今しばらくお待ちください。
申し上げます。会場周辺に天候不良な区域が存在するため、現在会場周辺の天候を確認しております。天候確認の結果次第では展示機構の内容を変更または中止することもありますのでご了承ください。13マイルベース
Thank you.
ご来場の皆様に申し上げます。先ほど5番機が会場周辺の天候偵察をいたしましたが、会場周辺に天候の不良な区域があり、このまま展示飛行を続けることは危険な状態になる可能性があります。誠に残念ではございますが、本日の展示飛行は中止させていただきます。大変申し訳ありませんでした。ありがとうございました。待ちに待った時間だったと思いますけれども、もう寒い中来ていただきましてありがとうございました。本当にでもちょろっとだけでも見えましたね。一瞬ちょっと垣間見えましたけれども、ブルーインパルスもう最後の最後まで本当にこちらにいらっしゃる隊員の皆さんも頑張って連絡取り合ってくれたんです。よかったらブルーのチームの皆さんにも拍手もらえませんか。はい、本当にですね、なんとかここでできない方、最後の最後まで今頑張って、実はこの上を今ずっと飛んでたんですけど、この下に降りてくることが非常に危険で、そのまま鶴見さんになんか当たるの見えないんでそうですよね、はい、もう本当に何とかしますというぐらい努力もものすごくしてしてくれてました。本当にまあ残念ですが、はい、本田さん、なんかちょっと嬉しい発表が、ブルーのチームが、はい、いや必ずまた来ますからと今ということです。お約束いたたんで、また改めてやりますんで絶対に来てくれ、はい、絶対やりますから、皆さん本日本当に申し訳ございませんが、申し訳ございませんでした。また次で必ずやります。ありがとうございました。すいません、本当にありがとうございました。それではブルーのチームの上にちょっとご紹介だけ今日は、はい、させてください、はい。ちょっとね、全国をね、隊員の皆さんを追っかけてくださっている方々もいらっしゃると思いますが、はい、お願いします。自己紹介いただけますか。はい、皆様お忙しい中、お集まりいただきましたのに非常に申し訳ありません。我々も頑張ってみたんですが、やはり天候には勝てませんでした。ぜひまたこのような機会を呼んでいただければ、我々次こそはフライトしたいと思いますので、ぜひとも、応援して呼んでください。本当に本日は申し訳ありませんでした。普段乗られてらっしゃる方々なんですか。そうですよね、もう何体かあるわけですよね。はい、あ、よかった、ちょっと話を聞かせてください。はい、はい、フライト自体は今シーズン2024年はですね、20から25回、やりますので、ぜひまた皆さんが来ていただければと思います。ありがとうございます。皆さんがパイロットで中に乗せてね、こう見るっていうこともあると思うので、ぜひ皆さんまたぜひ別府の上空を飛んでもらえたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありました。九州はそうですね、はい、長崎の方とあと、佐賀の方に、はい、ありますので、はい、ぜひとも来ていただければと思います。はい、すみません、もうね、お顔を出すのすごく心苦しかったでしょうに、ありがとうございます。皆さんどうぞもう一回拍手をお願いします。ありがとうございます。そしてグッズは販売されてるんでよかったら温泉のね、マークがついたちょっとコラボグッズが売ってるそうなんで、はい、ぜひよかったら綺麗にお買い物ください。そして明日はですね、そうそう、今日は温泉祭りもですね、いろんな会場でやってます。松原会場も賑やかになっていることだと思いますし、時盤の方ではソンプランフェスティバルっていうのもあっています。で、別府駅のところですね、別府駅の方でも、リスベットさんたちね、来てくれたんですが、表彰式とか温泉と名人の表彰式とかあっておりますので、各8つの温泉地ぜひ巡ってみてください。そして明日は、12時から総パレード、そして1時からが神輿の祭典、間違った、はい、1時からが総パレード、2時からが神輿の祭典、で3時からが湯ぶっかけ祭
となります。本部さん、明日の夜は教えてくださいよ。10トン用意してます。雨降ってもやりますんで、皆さんよろしくお願いします。明日の遊分かけ祭りは雨が降ってもやります。210トンどうせ濡れるんで、はい、やりますので皆さん楽しんでください。本当に今日はちょっと残念でしたが、4月でも、ね、飛行機でよかったブルーインパルス、はい、本当にありがとうございました。お疲れ様でございました。そして1000人の子どもたち、ありがとう。まだ残っちゃったかな。ありがとうございました。すいません、こちらの方、ステージ前の方で、今から、ファンサービスを行いますので、こちらの方に、それぞれ並んでください。周りの方にご配慮をお願いします。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。皆さんちゃんと列の方にファンサービスと聞いてます。はい、東尾美希さん、東尾美希さん MC お願いします。はい、じゃあファンサービスをさせていただきます。ステージの目の前で今一列で並んでもらってますんで、音響屋さんの前の方が並んでも何もないですよ。はい、ステージの前ですよ。ステージの前です。ステージの前の方で、ファンサービスさせていただきます。はい、どうぞ移動してください。あ、音響さんの前で行っても誰も来ないです。はい、ご注意ください。まだ向こうの列が空いてるようですね。一番向こうの列が結構空いてます。各テーブル1列 1列これはちょっと難しいね。もう難しいよね。でも急がなくても全然大丈夫なんで、ゆっくりゆっくりで前の方にお願いします。はい、5分後ということです。皆さんちょっとお待ちください。はい、
多いから売る。
ありがとうございました。
Ha ha ha!